今、彼が、多分来たんじゃないでしょう。分かれんな。髪の毛しか見えない。多分、健吾くんが来ました。ちょっと一旦ここに置いて。おはようございます。あ、失礼します。すみません。ごめんな。あ、いえいえ。すみません。はい。今日なんで呼ばれたか分かってる？分からないです。ああ、そうやな。まあいろいろなお前のために将来的なことを考えた上で、なんか俺なりにこう考えたの。はい。お前仕事始めどれぐらい？もう4年半、もう5年目になる。5年目やんな。はい。もう俺一回の勉強も俺のチーム入ったし、入りました。で、悩んでるとこもあるよね。はい、あります。で、それも踏まえた上で、お前のためにこういろいろこう提案したいなとこともあって。はい。硬くなんだよ。あ、いや。ちょっとビール飲む。いや、飲みたいです。いいですか。あ、はい。よし。なんかこう抜かれたりとかして悔しくない？いや、めっちゃ悔しいです。で、俺思ったのは、こうどんどん上に上がっていってほしいし、でも上に上がるために必要なのっていうのは、こう売り上げだけでもないよね。知ってる？はい。知ってるのか？いや、多分わからないから今この状況です。大体そうでもなくて、売り上げだけじゃなくて、なんかこう、運をつかむとか、こうチャンスをつかむっていうのもすごい大事じゃない？はい。俺自身もチャンスだし、グループの会長として。で、まあ、ホスト以前として、こう、すごくチャンスなとこもあるけど、もっと言うわね。はい。もっとこう、前面に自分を出さないとダメよ。ちょっと服脱いでごらん。いや、俺もね、そうだけど、こう、若い頃にボクサーとしてできた分もあるし、なんていうかな、ホストとすれば、ヌーディストみたいなのがすごい大事なんだよ。脱ぎなさい。いいんですか？ちょっと恥ずかしい。いや、全然恥ずかしいのはわかる。恥ずかしいよね。俺はあえてお前を試したいから言ってるんだって。早く脱げよ、お前。いや、ちょっといいんですか？脱ぎます。ちょっと恥ずかしいですね。無理。いや、そういうのじゃなくて、お客さんが俺はお客さんで、例えば、もう1000万のことをお金だとするよね。絶対脱ぐだろ、お前。脱ぎます。脱げよ。すいません。脱ぎます。おかしいよ、お前。はい。なめんなよ、俺って、お客さんと会長どっちが大事なのよ。お前、あくまでも、お客さんが大事かもしれないけれども、あくまでも、お前が大事なのは将来的に、上に行きたいだろ、お前。行きたいです。ホストになりたい上で、お金積みたいよね。住みたいんだろ？はい。それだったらあくまでも、もう、お客さんと俺どっちがね、大事？お客さんです。どっち？待ってよ。お客さん！その上に立つのは、お店、その上に立つのは会長であれば。ちょっとこれ見ろよ、お前。なんて書いてんねん。会長、ワングループって書いてます。これは俺が、あくまでもね、俺が作ったわけじゃないの。社長がもう会長のためにって作ってくれたんだよ。兄貴のためにって。お前らの前では、まあ、会長会長って言ってるの。俺の前では兄貴兄貴って言うからさ、兄貴って言うのよ。マスク取れよ。すいません。おかしいな。失礼しました。すいません。どうだっても順番もう一回考える。一番大事なのって誰一番、お客さんいました、はい、お客さん大事だね、もう俺はお客さん神様でいいと思う、はい、でも神様の上にいるとしたら、誰なんだよ、会長です、もうみんなそう言うのよ、はい、もう俺はそれでいいと思う、理解できた、はい、改めました、うん、俺がさ、はい、ゲイなの知ってる？ゲイなの知ってる？俺は結局きついこと今言ったと思う。だからあくまでも取締役ってさ、みんないい子たちじゃない？はい。お前から俺がいい子たちなの。では彼は俺の推しを受けて。あそこまで来たんだよね、うん、で俺は今回お前呼んだのは、まあ、全体感として、頑張って、最高幹部に上がってきてほしいな。頑張ったな4年半、うん、でも、幹部のやつたちもどういうのかな、俺が言ったことはやっぱノーは言わない、ノーは言わない、わかる、はい、俺がやっぱちゃんと考えて一生懸命勉強して言うからノーはないので、それを含めた上で俺をこう理解してくれてるし、その中で言ったこと全てノーがないの、うん、でこのなんか雰囲気ってさ、はい、なんかこう自由な雰囲気でありたいよ、はい、ズボン脱ぎなさいよ。いやちょっとそれは、いやいや、あんな、なんか男同士の付き合いやん、もうなんかフリーで行こうぜ、いやフリーで行こうぜって言ってるの。いやちょっと下だけさせない。いやいや、パンツ履いたままで別に無理は言わんやんか、そのままで無理、うん、そのままじゃないの、脱がなくても大丈夫。いや無理、そうやな、はい、いややりますっておかしくない、じゃなくて男の人と付き合いしようぜって言ってるのか、はい、無理やったら嫌やったら全然いいね。いややります、やろ、はい、うん、脱ぎやよ、それ脱ぎます。大事おかしくない、ここの世代の時に、はい、みんなパンツ一枚入ってきたりすんねんか、はい、なんでお前ってズボン開いてんのよ。すいません、うん脱げよ、お前おかしいよ、お前すいません、俺たちパンツ1枚なのに、お前すいません、失礼します。できました。靴下も靴下も、うん、みんなそうしてるからさ、お前しないと思うけれども、この世界っていうのはそういうルールがあるからさ、はい、そうだろ、はい、うん、お前もうすうす感じてるかもしれないけれども、そういうルールなのよ、はい、OK、はい、うん、まあどうであってもお前をこう上に立たしたい、いやお前ごめんね、お前って言ってごめん、言うわ、はいはいはい、上に立たしたいし、はい、頑張らしたいと思ってる。はい。うん。こっちだ。いや、親密な話しようっていう話。いいんですか、僕なんか。いや、ちょっと待って、音楽ゆうたちが好きな音楽かけるから。まあ、ちょっと待って。ママミルク、オーガスト。これこの音楽いいでしょ。これ本当にいいのよ、雰囲気いいでしょ。はい、これ俺のよくにいいの嫌なんだったらそれでいいと思う。いや、いきます。もう座りなさい。失礼します。これ聞いたらいいよ。はい、本当面白いです。毎日見られるほらいいだろ。はいはいはい、いいです。いいだろ。はい。どこら辺がいいの？まあ、メロディーと言いますか。いや、気持ちの部分でそのリスペクトみたいなとこを含めて。そうですね、このテンポとやっぱこの体の関係ないよ。音楽の話してるんだよお前。あ、いやはいすごくいいと思います。どこがいいの？言葉では表せないんですけど。そうかな。まあ、はい、違うな。はい、ちょっとすごくいいです。はい。YOU はどうなりたいんだ？お金持ちになりたいです。本当に？はい。ただもうYOU に足りてないのがね、覚悟よ。そう立ってごらん、そこに。はい。奥に立ってごらん。そうで、全力で、はい、NHK の体操踊ってもらう。NHK の体操ですか？僕が思う NHK の体操で大丈夫ですか？ああ、流そうか。流さんダメ俺が。あ、流していただけると。めんどくせえなお前。すいません。NHK 体操。うん、これでいい。画面向いていいからこっちから戻ってくる。わかりました。あ、もうちょっと手前から。こちらでいいですか？こっちですか？全力でやってごらん。はい。足の運動です。手は軽く横に振り、足元気よく曲げて伸ばしましょう。全力でやるよお前。はい、全力です。いいね。もうきれいにきたね。足を開いて腕の運動です。ここは指先まですっと伸ばしてね。もっと肩もっと上にするぞ。はい。気持ちが慣れちゃうからさ。はい。うん、そう。表情、はい、表情もっと一生懸命や。お前見てないと思ってるだろ。見てます。切れてないよ。前後に曲げる運動です。ピアノの音をよく聞きながら。体をいじります。切るぐらいよ、切るぐらい。上下に伸ばす運動。腕を上げて伸ばして上げて伸ばします。足を開いて上体柔らかく斜め下に向けます。正面で胸さらし、呼吸を上手に使いましょう。息を吐いて大きく吸います。おい、ちゃんとしてーや。はい、すいません。じゃないじゃん。両足跳びの運動です。後ろ方は肩を上下に結びましょう。いや、やらない、やらない、やらない。腕と足の運動、呼吸を整え、ゆったりと動きます。深呼吸、深く息を吸って吐きます。金曜日のテレビ体操はこの辺で。今日も一日どうぞお元気にお過ごしください。あ、ありがとうございます。失礼します。ラジオ体操第1回。今の80点ぐらいかな。でもね、まあ率直に言う、前上に上がりたいか。上がりたいです。うん。それはみんなさ、はい、なんていうのかな、いろんな芸を、芸って大事じゃない、はい、いろんなとこでプロとして、はい、こうやり遂げていくっていう上での、はい、芸も大事で、はい、ゲームですか、芸ですか、でそれも大事で、はい、みんなこうやりとりでいく中で、はい、一人前になってほしいなと思うけども、はい、いろいろこうそこでね、やっぱね、俺にみんな抱かれてさ、俺にみんな抱かれてさ、みんな抱かれてさ、はい、一人前になったんだよ。わかる？はい。うん。社長なんかもう、本当に、最初は、しんどいです、しんどいですって言ってたよね。はい、でも、いつの間にか、会長なってるやろ。なってます。うん、ノリは俺も、なんて言ってんの？会長言ってるやろ。はい、言ってます。もう、奴らはさ、もう、ある意味、いい意味で、勉強になった分があるのよ。それは、ありがとうございますという上での会長なのよ。うん。で、俺はお前にいろいろ教えていきたいと思ってる。本当にお前、教えたくないけれども、まあ、男と寝るというのもね、はい、男同士で寝るというのも大事なとこもある。はい、お前がちゃんと頑張れるんであれば俺と寝なさいよ。うん、立場はちゃんと俺は作るから、みんなそういうふうに俺が乗り越えて初めて最高幹部になるの。そうじゃない？はい、うん、はい、やれる俺今から外で、俺庭で、庭の奥ので行くんですけど、しっかり考えなさい。わかりました。OK。はい。で、考えて、決意できたら、ちゃんとこのガウン着て。君のために用意してるよ。OK。わかりました。出てる。はい。も来たっていうのは、はい、もう気持ちがあるってこと。はい、覚悟、まあ、はい、覚悟ってないね。はい、覚悟ってないね。覚悟ってやりきることです。あ、そうやな。はい。奥の部屋に、ベッドあるから。はい、これしっかり覚悟見せろ。奥の、あ、そこ、手前の。はい、行ってもう行ってもいいですか。ちょっと一杯だけいいですか。ちょっと準備というか、すいません、いいですか。準備って何？覚悟です。やりきります。頑張るんだよ。はい、優はできるからさ。はい、はい、いいと。彼の決意が固まったということなので、行きたいと思います。従業員をはめるのは初めてなんで、楽しみ。大丈夫か。はい。覚悟はいいか。はい。ええ。てってれー。し、お、ドアップした。マジっすか、ほんまに。いや、もう、マジで。はい、マジっす。いや、マジっすか、これ。マジっす。いや、ほんまにガチやと思ってましたもん。マジっすか。従業員に、グループに、こういうことを仕掛けること絶対ないって言い切ってるんだよ。はい。お前のために。いや、やばいっすよ、死んでたもんじゃん。やば、この感じやばい。よし、ドッキリ大成功や。大成功。せーの、ドッキリ大成功。やばい。ありがとうございました。ありがとうございました。I'm on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down. All around this empty town, I'm searching for the lost and found. But you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air, like a blazing flare. Just stare, cause the flames will burn us. I thought you were the one for me. I gave you everything, held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. I used to kiss your head when you cried for me. Hold your hand while the pain was over. Kick you on by the roaring sea. You meant the world to me. Shadows in the atmosphere, charting the stratosphere. I prayed for you and kept you near, in hopes you'd chase away my fears. I'm on my own, you made it so. Because I believe the home was just you and me. I thought you were the one for me. That's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to No point in blaming you, you did not know how. I thought you were the one for me. That's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. That's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me.